芸能界政界にはいっぱいいてるでしょう。いわゆるたちが。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容を丸々信じないように注意してください。本日の話題は久しぶりの統一教会についてでございます。タレントのヒロミさんがやらかしちまった発言を世界仰天ニュースの中でされてしまったようで、たくさんのマカロンが届いております。僕もツイッターで出回っているショート動画や画像を見て、あーこれはひどいなと思いました。ちょっとそれを見てもらいましょう。こちらです。宗教によって本当に助かってる団体もあって人たちもいるんですよね。それは間違いなく、そうなんだよね。それは間違いなくいると思うし、うん、今でもまあその、ね、統一教会でも別にそう思ってる人もさすがたくさんいるんだろうし、うん、はい、これが問題の部分でございます。教団に救われている人がたくさんいる。まあテロップもありますが、よくこんなことがテレビで言えましたよねと呆れてしまいます。どれほどの被害者がいるかお分かりなんでしょうか。僕が個人的に言わせてもらいますと、先日のフワちゃんの騒動なんかよりもよっぽどヒロミさんが干されるべきワールドだと思いますね。公平フラットな発言では決してなく、教団側に忖度がないと出ない言葉、喋り方からも分かるように、統一教会をなんとかフォローしないといけないというのが伝わってきます。こういうことがありますと、当然マカロンがたくさん届きますから、まず読んでいきましょう。世界仰天ニュースで中居正広とヒロミが統一教会を擁護するような発言をしたと炎上しています。芸能界は宗教を信仰している人で溢れ返っているので忖度ありきの発言でしょう。そうかそうか、次、統一教会に救われている人もいると中居正広とヒロミが世界仰天ニュースで発言したことが物議を醸しています。以前高橋真麻アナウンサーも同じ発言をしていて、ケンケン先生がとても怒っていたのを思い出しました。お三方とも同じ発言を山上容疑者、また宗教2世小川さゆりさんの前でできるのでしょうか。次、世界仰天ニュース中居くんとひろみさんの擁護する発言で炎上していますね。ニュースでは TVer で見れないと書かれていましたが、今日8月15日は見れました。当たり障りない内容でした。次、世界仰天ニュースで山上容疑者の反省を放送、中居とひろみが統一教会で今も救われている人がいると発言炎上、元首相の暗殺ではカルトが人を救うとテレビが言うのは OK、 サリン事件後当たり前ですが朝原に救われている人が今もいるとコメンテーターは言いませんでした。毒ガス兵器のテロだとアウトで、被害者の数の問題なんでしょうか。テレビのコンプラおかしいです。次、ケンケン先生おはようございます。ヒロミが統一教会なのは仰天ニュースでよくわかりましたが、 TVer も一緒に消されました。統一教会が未だに力を持っているということでしょうか。ぜひ取り上げてください。よろしくお願いいたします。最後もう一通、ケンケン先生こんにちは。最高裁が旧統一教会の念書は無効という判決を出しました。これを機に献金が取り戻せる、判例が増えて旧統一教会だけでなく他の宗教やカルトやスピの元信者や信者の家族が一人でも多く救われてほしいです。信教の自由とは別に、献金や勧誘や物販などに関しては法律で規定すべきです。はい、6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいまして皆様ありがとうございます。実は僕もこれTVerで見ようと思っていたんです。一人のフォロワー様から、昨夜の世界仰天ニュースで安倍首相銃撃事件が取り上げられ、統一教会についても言及しておられました。お時間のある時にぜひ TVer ですとの DM をいただいていたんです。すぐに見られればよかったんですが、この日はちょうどリベライの両学長やどん兵衛社長とのご飯と飲みがありまして、帰ったのが朝だったんです。すると同じフォロワー様から、統一教会の圧力で TVer すでに消されているとメッセージが届いておりまして、タッチの差で僕は視聴できなかった、そういう流れでございましたが、圧力で消すのやめてもらいたいですね。力が衰えてきたとはいえ、まだまだたっぷり溜め込んだお金や信じ込んでいる人がいますので、そう簡単に完全消滅とまではいかないでしょう。時事ネタで取り扱ってもよかったんですが、宗教いわゆるスピに救われる人がたくさんいるというヒロミさんの発言が引っかかったんで、メインでやらせてもらうことになりました。確かにスピにハマっている方からよくいただくコメントでもあるんです。このチャンネルでそれ系の批判動画を作りますと、絶対に 1,2 名はこのスピチューバーに助けられている人もいますとか、私は〇〇さんに救われていますよというひろみさんと同じメッセージいただきますが、いかにそれが大きく間違っているかを説明しないといけないのでメイン動画に採用なんです。今日はまず仰天ニュースと統一教会の話からしていきますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、ひろみさんの問題発言。項目2、 TVer 再開。項目3、ひろみさんと統一教会。項目4、信じる者は救われるの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、ひろみさんの問題発言です。まずは今回の騒動についてのニュースを読んでいきましょう。
中日スポーツ様の記事を引用させていただきます。統一教会に救われている人もいる。日テレ系ザ・世界仰天ニュースの放送内容が物議。TVer は配信終了で憶測呼ぶというタイトルでございます。8月13日に日本テレビ系で放送されましたバラエティ番組ザ・世界仰天ニュースの放送内容が物議を醸しています。13日は2022年1月に奈良市で安倍晋三元首相が564された事件を取り上げました。この事件で564罪で起訴されました山上徹也被告につきまして、旧統一教会世界平和統一家庭連合によって家庭が崩壊し犯行に及ぶまでの様子などが再現ドラマで放送されました。番組内では教団が起こしました霊感商法などの問題を取り上げつつ、司会の中居正広さん51歳が宗教によって本当に助かっている団体もあって人たちもいるんですよねと発言されました。そうしますとゲストのひろみさん59歳もそれは間違いなくいると思うし、今でも統一教会でも別にそう思っている人がたくさんいるんだろうしと語りました。ひろみさんの発言部分には教団に救われている人もいるとテロップが入りました。このやり取りに X 旧 Twitter ではそれは救われていると信じ込まされて騙されているだけ、洗脳って話なのにひろみさんあまりに不用意じゃないか、統一教会を擁護している風に聞こえました。統一教会に人生と財産を奪われて苦しんでいる人たちがたくさんいるのに、そしてその団体と萩生田含め自民党議員との関わりが明らかになり問題となっているのになどと荒れ気味になったのです。一方でこれ発言自体はおかしくないけどテロップの付け方がおかしいんですよとの見方もあります。またひろみさんは自民党と教団の関係については国の代表とする人たちが崇めている絵は見たくなかった、そういう人たちに国を動かしてもらっているというのはちょっと僕らは一体どこにいるのっていう感じましたと見解を述べていました。現在 TVer ではこの13日放送分がコンテンツの配信を終了しましたと表示され視聴できなくなっており、さらにネット上で憶測を呼んでいます。はい、という記事でした。それでは次の項目です。詐欺込む項目に TVer 再開です。全項目の続きの記事を読んでいきましょう。次は女性自身様の記事を引用させていただきます。仰天ニュース安倍元首相銃撃事件統一教会を特集から TVer 見逃し配信が突如停止で騒然、日テレは権利処理等の都合と説明、配信も再開というタイトルでございます。8月13日に放送されました日本テレビ系ザ・世界仰天ニュース2時間スペシャルで、2022年7月8日に発生した安倍晋三元首相享年67歳の銃撃事件が特集されました。しかし14日午後までに TVer の見逃し配信動画が突如として停止され波紋を呼んでいます。安倍元首相が銃撃を受けました瞬間を収めました実際の映像から始まりました本番組。実行犯の山上徹也被告がなぜ事件を引き起こしたのか、再現ドラマを中心にその経緯が約1時間余りにわたって紹報されました。再現ドラマでは山上被告が母が宗教団体にのめり込み多額の献金で家庭生活がめちゃくちゃになりました、安倍元首相は宗教団体と関係があると思ったからですなどと供述しています。実際の報道でも山上被告は母親が高額献金していました統一教会現在の世界平和統一家庭連合への恨みから事件を起こしたと伝えられています。そうした経緯から番組序盤では旧統一教会の創立や日本で宗教法人として認可を受けて活動してきたことについて説明します。その上で約30年前から高額献金や霊感商法が問題視されていたことも取り上げ、集団訴訟で教団に勝訴した元信者の女性の被害体験が再現ドラマを通じて紹介されています。そんな中スタジオに出演しましたタレントのコメントも視聴者の間で物議を醸すことになりました。それは元信者の女性の再現ドラマが終わった直後のことです。MC の中居正広さん51歳がこういう宗教によって本当に助かっている団体もあって助かっている人たちもいるんですよねと疑問を投げますと、ひろみさん59歳がそれは間違いなくいると思うし今でも統一教会でも別にそう思っている人もたくさんいるだろうしと明言、その際テロップには教団に救われている人もいると映し出されていました。この会話に違和感を抱きました視聴者もいたようで、 X では苦言を呈する声が続々投稿されました。ひろみは統一教会擁護派なの、さすがに統一教会の被害者に対して無責任すぎるわ、まともそうな感じで話しているけどそもそも悪質な宗教団体なんだがこの人たちは大丈夫かといった意見がポストされました。番組ホームページの OA まとめによりますと、警察庁による報告書、明らかになった供述、複数の関係者への取材などをもとに本特集は制作されたようです。番組後半では旧統一教会と自民党との深い関係にも触れており、教団の創始者文政明氏と安倍元首相の祖父岸信介元首相が握手する写真が映し出されます一幕もありました。
ナレーションでは今から50年ほど前と前置きし、文政明氏の教団は反共産主義を掲げていて、共産主義の拡大を防ぎたかった自民党や岸氏と思惑が一致し接近したという。その関係は霊感商法などが社会問題となった後も安倍元総理の時代になっても続いてきたと説明されていました。一方、山上被告の事件は裁判員裁判で審理されると見られています。ですが現在は争点や証拠を絞り込む公判前整理手続きが4回行われました段階で、山上被告が動機などを語る機会となります初公判は日程もまだ決まっていません。そうしたことから事件の真相に迫るといった番組内容に、視聴者の間では裁判員となる人の判断に影響しかねないのではといった意見も寄せられていましたとテレビ誌ライターは語りました。そんな中、1日も経たないうちに突如として TVer から見逃し配信動画が停止されることになります。 TVer では14日午前11時40分付で、都合により13日火曜日放送分、日テレザ世界仰天ニュースは配信を停止しましたとのみ記されていました。 X では番組の公式アカウントになぜ見れなくなっているのでしょうか。ぜひ見たいです。復活を熱望します。 TVer でも Hulu でも見逃し配信の視聴ができないですけど、どうなってるんですかといった声が相次いでいます。そこで本誌は14日午後、日テレを取材しました。まず中井さんとひろみさんの会話に批判が寄せられていることへの見解、そして TVer の見逃し配信が停止されてしまったことの理由について問い合わせました。そうしますと15日午後、担当者より書面で TVer 見逃し配信の停止について次の回答がありました。権利処理等の都合で一部映像を再編集いたしました。また配信にあたり上記理由により一時停止しておりましたが、現在は再配信されています。番組内容に変更はございません。実際に15日 TVer を改めて確認しましたところ、13日放送回の配信は再開されています。なお、中井さんとひろみさんの会話への批判への見解については回答がありませんでした。はい、という記事で、現在は復活しているようですから、見たい方は早めに TVer をチェックしておいた方がいいでしょう。僕もこの記事を見て復活したのを知りましたので、後で視聴しておきます。それでは次の項目です。項目3、ひろみさんと統一教会です。誰がどう考えてもここに行き着きますよね。自国の元首相が564されて近年問題になっているカルトをかばう、これには何らかの意図があると考える方が普通でしょう。ひろみさんの表情や喋り方もすっきりとした感じではなく、勘のいい視聴者様ならば、あ、なんか怪しいとすぐに見破れるでしょう。今回の件について一つのツイートを見つけました。あくまでもこの方の話ですから 100% 正確な情報ではないかもしれませんが、こういうのもありますよという話をさせていただきます。読んでいきましょう。ひろみ氏です。統一教会を擁護する発言です。ひろみ氏はテレビを8年くらい干されていました。ある時から頻繁にテレビに出るようになり、自分が司会をする番組を持つようになりました。不思議でした。やっと理由がわかりました。萩生田光一衆議院議員のおかげです。萩生田氏は統一教会とズブズブの議員です。萩生田氏とひろみ氏は密接な関係でした。はい、というポストでしたが、この2枚の写真を見てたらどうやら信憑性も高そうです。まさにズブズブオブズブズブと言えるでしょう。統一教会の教えをガチガチに信じているかどうかは分かりませんが、統一教会の信者になることによって旨味があるのかもしれませんね。創価学会もそうでしたが、テレビ局の上層部に仲間がいますと番組に使ってもらいやすくなるというのは余裕であることですから、こちらのツイートの方がおっしゃられていました。干されていたのに急にまた売れっ子になった復活劇には、そうした裏側も全然あっても不思議ではないのです。こんな写真が出回っているということは非常に仲がよろしいのでしょう。萩生田議員もおそらくは統一教会の票のおかげで議員に当選されておられますし、お二人とも統一教会には足を向けて寝れないんでしょうね。こんな風に明らかになっている人間以外でも芸能界政界にはいっぱいいてるでしょう。いわゆるビジネス信者たちが、ギブアンドテイクのズブズブが成り立っているんでしょう。ですからある意味萩生田議員やひろみさんはこういったカルトの恩恵を受けている側ですから、はっきり申し上げますと統一教会に救われているという言い方をしても間違いないでしょう。しかしそっち側の人はほとんどおらず、山上被告のお母さんや家庭なんかはどう考えても搾取される側、統一教会の養分ですから救われるはずもありませんし、幸せになれるわけもないんです。むしろ一家がぐちゃぐちゃ、これ以上ないというぐらいに不幸に陥っていますから、カルトで幸せになることなどありえません。僕がいつも話している通り、皆を不幸にするもの、スピリチュアル、これが絶対的な真理です。萩生田議員、ひろみさんは運営側のメンバーですからね。マルチのトップと一緒で旨味があるのはそっちだけ。 99% 以上の方は皆必ず不幸になります。しかし確かに幸せと思っている人間は存在します。それは統一教会だけではなく他のスピでもそうです。うちの動画のコメント欄に
このスピチューバーに私は救われたんですと書いてくる人いてます。決して桜ではなく、その方自身の完全なガチモードです。それが大きく間違ってしまっていることを解説して本日は終わりにしましょう。それでは最後の項目です。詐欺込む項目4、信じる者は救われるんです。はい、画面を見ずに音声だけでラジオ視聴されている方もおられますから、使用漢字を説明しておきますと、救われるの漢字は足を救われる方の意味です。統一教会だけに限らず、スピというのは一時的に幸せになっている人はいます。しかしこれはいわゆる本質を分からずに騙されているだけの話でございます。耳障りの良い言葉だけを言われて現実から目を背けさせる、それが全てのスピに当てはまります。物事の解決とはかけ離れているのがスピの特徴でございます。お金がない、仕事がうまくいかない、恋人にも振られる、人生全部ダメ、そんな時に優しい声をかけてくれるのがスピリチュアルです。大丈夫だよ、あなたは悪くない、今いてる場所の波動が良くない、あなたではなくあなたの先祖が昔悪いことをしていた、それが今降りかかってきている、宇宙的に見て人生の周期が現在良くないところ、悪霊があなたに取り付いており、それがずっと不幸をもたらしている、だからその悪霊をきっちりと除霊すれば問題は解決する、などなど、全て嘘800のペテンです。しかし B 層はそれで楽になると言いますし、その言葉をかけてくれた人を本物と表現したがります。僕ならば全部あなたの責任です、目から血が出るまで努力をし続けろと真顔で言います。それは僕の言い方の方がきつく感じるでしょう。残念なことに僕の方が1万倍正論です。しかしながら、心が弱い人、物事の本質を理解できない人、現実から逃げたい人はスピに傾倒します。そっちの方が楽ですからね。でも絶対に幸せにはなりません。幸福感を味わえるのはその一瞬一瞬のみです。山上被告の母もそうだったはずです。結局最後はあんな終わり方になります。僕は以前も話しましたが、スピリチュアルっていうのはモルヒネに近いという例をいつも挙げます。例えばあなたの体の一部が痛くなって病院で検査を受けることになりました。調べた結果、体の中に腫瘍が見つかりました。あまりにも痛みがひどいので、先生はモルヒネをたくさん打ってくれました。この先生というのがスピチューバーや霊媒師、霊能者にあたります。そしてモルヒネが甘い言葉や遠隔除霊、パワーストーンでしょうか。つまり痛みはモルヒネが効いている間収まって、痛いとは感じなくなって心は楽になりますが、患部の治療は一切行っていませんから、病気は進行してしまう一方です。まさにこれがカルトやスピリチュアルです。まやかし、あやかし、平たく言うとうまく騙されているだけ、それだけです。だからこそ危険なのです。病気の根本を治療、病巣を取り除かないと症状はどんどん悪くなっていきます。最終的には時すでに遅しで、病気は治らないものになっていますから怖いんです。長い目できっちりと判断しますと、ひろみさんが仰天ニュースで語っていたような幸せになる人なんていないんです。正しい言い方をするのならば、スピによって現実を忘れ去り、一瞬だけ幸せになっていると勘違いしてしまっている人はたくさんいてるというのが、日本語として正解に近いのではないでしょうか。TVer が復活したみたいですから、僕も後ほど主張しますが、影響力のある有名人やタレントが適当なことをメディアで発言すべきではないですし、スピを押す側の人間は絶対に信用してはいけませんから、皆様も気をつけてください。はい、ということで今日はひろみさんは統一教会とズブズブなのかと、スピは絶対に幸せになれないについて解説させていただきました。本日もありがとうございました。8月31日マジシャンあずし君によるコールドリーディング、ホットリーディングのセミナーが大阪にて行われます。今回は生中継のライブチケットも販売しますので、現地に来れない方も一緒にレクチャーを受けれます。大阪会場は席がかなり少ないので、気になる方はお早めに概要欄にあるショップからチケットをご購入ください。それでは8月31日よろしくお願いします。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。詐欺被害者を減らし、詐欺をやっている人間を共有する詐欺師撲滅サイト、詐欺コムを立ち上げました。詐欺コムでは詐欺師の情報を随時募集しておりますので、どうぞ投稿フォームより通報の協力をお願いいたします。最新の詐欺師の情報を共有して、新たな被害者を生まないような仕組みを作っていきましょう。また詐欺コムでは詐欺に引っかからないようにするトラストリテラシーを上げるためのセミナーの開催や、デバンカーやマジシャンによりますレクチャーノートも販売していますので、いつも騙されてしまう、まだ防御力が低い方は一度サイトを覗いてみてください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。